J グループ茨城の YouTube チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。第6回目の伝説の芸能指導員は、これまで伝説の芸能指導員シリーズにご出演いただいた方々と現役の芸能指導員の方々による座談会を行いたいと思います。皆さん本日はよろしくお願いいたします。よろしくします。まずは皆様から自己紹介の方をいただきたいと思います。じゃあまずは内田さんからよろしくお願いいたします。はい。皆さんこんにちは。昨年2023年の4月まで JEY でお世話になってました。それからですね、昨年の6月から JA 全の茨城園芸部 VF 課、現在は県政 VF の S の方に顧問として勤務させていただきます内田と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあ勝見さんお願いします。はい。勝見と申します。よろしくお願いします。私たちね、昭和45年に農協に入所しましてですね、約、35年近く営農関係の仕事をさせていただきました。特にね、県北関係なんですけども、中山課長の中で、なんとかですね、県北に野菜をこう投資していこうということで考えてまいりました。一つそういうことで一つよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて大山さん。はい。皆さんこんにちは。元 JA 上総光で、お世話になりました。また現在に関しましては全農茨城県政部の方で、顧問として勤務しています大山です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ平瀬課長お願いします。はい。改めましてこんにちは。八郷農協のですね、営農指導課で課長のところで在籍してます広瀬と言います。よろしくお願いいたします。で、私は1999年に農協入りまして、今年26年目になります。で、ずっと営農流通部にいまして、で、自宅ではですね、米の方を主に作ってまして、面積は2兆分ぐらいなんですけど、そういったことをやりながら営農指導課にいます。本日はよろしくお願いいたします。じゃあ続いて笠井さん。はい。改めまして皆さんこんにちは。こんにちは。JA 北つくば営農経済部園芸課の笠井と申します。よろしくお願いします。入所34年、経ちますが、うち20年間ぐらい通算で営農関係やらせていただいております。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。遅くなりましたが、本日司会を務めさせていただきます、中央会の松本と言います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあ早速ですけど、これで座談会の方を始めさせていただきます。最初のテーマはですね、現在の営農指導に対して感じることということです。これまで皆さんが長らく営農指導部門に携わってきて、いろいろ率直に感じることとか意見とかあると思います。ぜひそのようなことをお話しいただければなと思います。じゃあまずは内田さんから、長年営農指導に携わってきて、はい、何かお話などいただけたらと思います。私はですね、昭和、53年に、入所して、昭和の時代10年間、それから平成の時代平成20年までですかね、お世話になりましたので、通算30年、ちょっとですかね。で、その後、東日本大震災があった時からですね、その対策部長も含めまして、別のセクションで、ちょっと仕事をさせていただいた経過あります。で、昨年から全農茨城の方にお世話になっていまして、まだ9ヶ月ということで、各 JA さんを回らせていただいているところなんですが、まだ営農の細かい部門では入り込んではいないのかなというふうに思うんですが、今まで9ヶ月間見てきた中ではですね、やはり茨城県内、農業盛んな地域もありますし、園芸に特化した産地、それから米栽培に特化した産地、いろんなスタイルがあるんですが、おのおのやはり、職員の方と話してますと、その生産現場に精通している方たちとか、流通に特化している人たちとか、いろんな人たちがいるなと、それからスタイルも違うなと、これをまとめていくには大変なことなのかなと、いうことで、やはりその JA さんの話を聞いてですね、やはりそこに必要な部分をこれからどう継ぎ足していくか、そういったことをやっぱり今感じているところです。
どうですか、現場の働いてる広瀬課長、田崎課長から。やっぱりうちの方はまあ内田顧問と地元が同じなんで全く同じような意見なんですけど、どうしてもやっぱり地域性でその特産なり主要作物っていうのがやっぱ違う、はい、その違う種類の多さに対して営農指導として幅広くこう知識なり、まあスキルアップして農家さんと接しなくちゃならないっていうのはかなりやっぱり大変だったのかなっては、はい、思いますね、はい、うん、どうでしょう、同じ県政出身として大山さんは。はい、私もあの入村自体は昭和50年に入村しました、まあ、約まあ35年間というような形の中で営農に、まあ、携わったわけでございますけども、まあ、あの先ほども内田顧問からもありましたように、まあ、私の時代と今の時代は相当変わったなという感じがします、まあ、人としてあの今の、まあ、JA という部分からのまあ、いろんな情報という部分が以前よりは少なくなっているのかなという感じはします。まあ、なぜかというとやはり組合の検証というような部分があるのかなとして、まあ、思っているわけでございますけども、まあ、そういう部分に関しましては、まあ、できるだけ、まあ、組合の接触を多くしていただきたいなという部分が一つ、まあ、一つあります。まあ、所見の減少もあるのかなという感じはしますけども、まあ、そういう部分も、まあ、少なくなっているのかなという感じはします。まあまあ、できるだけ、まあ、組合のために何かをやろうというような形の中の、まあ、部分が若干少なくなっているのかなという私は少し思うんですけども、まあ、あの地域によっても私はどっちみち、県政にいたというような部分がありますけども、まあ、今全農茨城にお世話になっているわけでございますけども、実質的に、まあ、県南地区も歩いているわけでございます。やっぱり、今まで、見てこなかった地区外の部分を見るとまた違う環境かなという感じはしますので、まあ、その辺も全体を含めて、まあ、これから違う形の中で立て直しができればというふうに一応思っています。川澄さんはいかがでしょう。はい、私はですね、あの県北地域なので、まあ、六甲地区とか県政県南の方はね、本当に大きな農家がみんなあるけども、まあ、我々の県北についてですね、本当に非常に中山間地で総面積な高地の中でねやっているので、なかなかとねその大量な生活の実現化できないというのが現状であります。まあ、皆さんのね地域を見ると本当に羨ましい限りでございます。で、特にですね、前私は旧緑農協なんですけども、まあ、その前は6農協で合併したわけなんですけども、で今はね現在は茨城日立ということで、本当北茨城から笠間まで大きな広域の農協になっておりますので、なかなかですね、これといった一つの品目がまとまらないというのが多分、私から見た現状かなと思っております。まあ、そういう中ですね、本当に県政六甲地区についてですね、大きな作物が作られておりますので、まあ、なんとかですね、県北なりの作物をですね、推進をしてですね、農家とも1円でも収益が上がるような体制作りができればいいなと考えております。はい、確かに県政とか、まあ、県南地区、六甲地区、県北地区と、まあ、いろいろ地区ありますけど、実際に県南出身の広瀬課長はどういった意見でございましょうか。はい、私たちの地域はどちらかっていうと川澄さんが住まわれている地域と近いのかなと、まあ、同じ茨城県内ですけど、やっぱり筑波山が近くにあるということで中山間地域になってまして、本当に農場自体は広くないですし、でそういった中、私が入村した頃すごくこう現役で活躍されてた生産者が今どんどんリタイアしてきて、でこの地域どうなってっちゃうんだろうっていうところで、まあ、うちの方の地域で行くと今有機野菜をやられ始めた生産者が結構いまして、そういった皆さんが、私農協入った頃はそういった皆さん本当に
これから有機なのかなって思いながらの時代でしたけど、今にして思うと、あ、その選択で進めてきたのが今の八郷農協が生き残っていられる原動力になってますので、そういった部分の選択っていうのはやっぱりその都度その都度してきた中でですね、非常に方向性としては良かったのかなと。ただやっぱりその先ほども言ったようにですね、私が入った時のもう現役もうこの人についていけば農業をいろいろ学べるっていう生産者がいなくなってきちゃってるんで、そこは非常に寂しいですね。あとはその大山さんも言ってましたけど、働く職員もですね減っちゃって、その今日ちょっと午前中農家周り行ってくるからとか、そういったことが今現状としてできてないっていうのが非常に辛く感じます。以上です。まあ、農家の方も減っていて、職員の方も減っているという現状の中で、まあ、昔とはだいぶこう環境も違っていると思いますけど、どうでしょう、この 2,30 年経って、皆さんこうリタイアなりされて、もうなんかこういったなんか言い方が難しいですけど、よく変わったところと、まあ、悪く変わったところとか、なんか率直にありますか？以前はですね、中国会も、まあ、経済連も県北六校建設県南という事務所がありましたよね。でこの時も担当者関係も相当の集まりがあってね、本当フットワークがその時は軽かったと思っております。今やっぱりその一本の地区になっちゃったので、なかなかですね、各農協の交流がこう少ないような、まあ、職員同士もね、それぞれの地域の特産物とかね、流通関係とかいろいろ指導関係もねあるかと思うんですけども、なかなかね、前とは以前とは違います。まあ、特に私も、まあ、45年入社したわけなんですけども、営農関係の仕事移動になりましてから、やっぱり35年40年近くずっとやってきて、まあ、県北は特にね、名店中産化について何もないような、当時私が農協入った時にはもう加工トマトと加工針所ですね、電農さんが作られていた、それぐらいのものしかなかったですね。あとは養蚕タバコ、これが主力であってね、ほとんど何もないという状況でありますけどね、本当に、まあ、今大型になってプレスと関係にもこう今の組合長にですね、皆さんから営農関係ね、力を入れてもらいたいと、ね、助言して、まあ、私の方からもねこう言っていただければ、ね、よろしくお願いします。それと今八郷の課長さんが言われてね、石田の会長が言われたように有機サベもね、今県の方あるいは市の方ですね、今有機栽培をこう今力を入れてるんですよね。でたまたま私は常陸大宮市三好という地区なんですけども、その三好地区のね、畑作の基盤整備が行われています。でこれはですね、御前山のダムがこうあるんですけども、これは中川沿岸関係のやつで、もう40年近く御前山ダムを今やってるわけなんですけども、その中で有機栽培を今取り入れて、まあ、農協も子会社に今サポートがあるんですけども、その子会社を含めて、6団体がですね今有機栽培に取り組んでおります。なかなか今と昔時代も環境も変わってますんで、横のつながりとか薄くなってるなと、まあ、そこもぜひ皆さんの力で少しでもつながれればなというところでございます。ありがとうございました。はい、それでは次のテーマに移りたいと思います。次のテーマは今後の営農指導をより良くしていくためにできることということです。まあ、現在の営農指導体制にはさまざまな課題が山積していると思います。まあ、その課題に対して、まあ、こうすればもっと良くなるよとか、そういった視点なのでぜひお話しいただけたらと思います。現在JA の営農指導の現場で働いている立場から、広瀬課長、田崎課長、何かございますでしょうか？じゃあまずは広瀬課長から。はい、まあ、私が入った頃はですね、本当に専門で私についてくれる先輩がいたんですよ。
でだからその方と一緒にいろいろなことを学んでいけたんですけど、今はそういう体制が取れなくて非常にこうこちらも見てて心苦しいなってところがあるんですけど、でまあそういった中で、まあ、最近考えてるのはですね、私どもの農協の方で、まあ、やさと菜園っていう子会社をやってまして、もうとりあえずまずはそこで農業の実体験実践を1年ぐらい学んでもらって、それから営農指導課なりそういった部門に配属されてくると自分にも自信があるし、指導員としてある程度のこうスキルを身につけて、そういったところから生産者に接していくといいんじゃないかなってのを最近思ってます。確かにそのような体制があれば初めての指導員になった方もスーッとこう皆さんと、まあ、農家の人とですね、非常にコンタクト取りやすくなるということにもなるかと思います。非常に、はい、私は自分で入った頃にはまず作ってみないとわからないと思って菜園エンドの担当だったんで、菜園エンドを実際に自分で作ってみて、それで生産者はこういうところで苦労するんだなとかっていうのが共有できたんですけどね。今だと、まあ、結構大山さんとかのお力も借りてますけど、生姜なんかを作る生産職員が結構いて、それで少しずつこう学んではいるんですけど、まあ、でも手取り早いのはこう1年間お前農業をやってこいっていうやさと菜園から実際に体験することということですね。はい、それ自信につながりますね。そうですね。はい。例えばじゃないか。はい。はい、私も平成元年に入所させていただいて、ちょうどもう平成という時代終わって令和に入ったわけなんですけども、かなり農家さんに職員がわがままを言いながら、まあ、育ててもらった。面倒を見てもらったっていう、なんとなく親子関係じゃないですけど家族関係みたいな感じでこう農協職員を温かく見守ってもらいつつ時には厳しくみたいな、なんかその古き良き時代だったような形を懐かしく思うところ時もあるんですけど、最近まあここ平成の後半から今令和になってるんですが、職員数も足らない中で職員も一生懸命やってる、農家さんも生活のために昔みたくこう余裕で作物を作るっていうようなレベルじゃないっていう、だからお互いに忙しくいっぱいいっぱいになってきちゃってるのかなっていう中での営農指導とかその巡回っていうような形もあるんで、非常にこう気持ち終わって長時間お茶飲んで喋るなんていうことがなんかできないかわいそうさって言ったのがいいんですかね、うん、なんかせっかく営農指導で頑張ってもらってる若い職員がもうちょっと力を発揮できるような場を内田先輩としては作ってあげたいなとは思いながらも、ただ北筑波としては専門指導員っていう特例の処置があるんですね、まあ、人事異動とかをこう回避する、その専門指導員専門業務従事者っていう営農の、まあ、プロっていうか勉強してきてるプロがその公認の営農指導員に、年間通じてこういろんな勉強会なり実習を、まあ、企画してやるんですが、そのシステムは本当にいいシステムだと思いまして、どん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 回数も年数も続けていってもらえればなって、やっぱり若い職員、私なんか元百姓の息子でだしとスイカなんかやってて農協さんにお世話になったんで百姓の息子が大半だった時代から今ほとんどの入所してくる職員さんはサラリーマンの、まあ、お子さんたちが多いかな、まあ、農家ののの字も知らないで農家へ推進なり営農指導行けよって言っても絶対無理だと思いますので、さっき広瀬課長言ったじゃないですけど、本当に多少の知識なり、農家さんに聞かれた時に答えられる自信がないとやっぱり恐怖は感じるのかなとは思うんですよね。そういう体制をもっと、農協で作ってあげられれば、本来農協の一番のメインはこの営農指導っていうとこが
メインの大きい一番の柱じゃないかなと思ってますんで、その後まあ共済なり信用なりがついてくるのかなと思いますんで、その営農指導っていうのをトップにもう一回返り咲きたいなっていうのは、はい、ちょっと願望というか希望ですね、はい、実際に農業の現場だったり農業の知識を実際にこう学ぶ場というのを提供するというのが大事かという意見が出ましたけど、どうでしょうか。私も今思ってるっていうんじゃないですけど、少しは職員として、発想の転換をしてほしいなって思うんですよ。でどういうことかっていうと、いろいろ転換っていう言葉はおかしいんですかもしれないんですけども、同じことを考えてもこれしか考えていけない方法はないっていうような形ですぐ諦めるっていう部分があるのかなっていう感じするんですけども、たまたま例えば、石川県の、多分ご存知かと思うんですけど、石川県の羽咋市の三小原地区っていうのがあるんですけども、その中で、ここで市の職員がここも1996年に日本でおいしい米っていうような形の中で再演になった部分ですよね。で、そこも高齢化っていうような形の中で、困った地域だったらしいんですけども、それを市の職員が何かやろうというような形で、で三小原って地区っていうのは神の子供の原って書くんですよね。神の子の原って書いて三小原っていうような地区なんですけども、で神の子とか神の子だからっていうような形の中で、日本の中では神の子っていえばローマ法だと、でローマ法に米を送ろうというような形の中で、ローマ法に米を送ったんですね。送るって手紙を書いて食べてもらうというような形の中で、ダメ元でやったらしいんですけども、それが数ヶ月経ったら手紙が来て、食べてくれるというような形の中で、それをローマ法に、持ってって、でローマ法に食べていただいたということがあるんですよね。で、日本で初に多分2005年というような形の中で、初めて日本からローマ法の御用米というような形の中になったというのが一つあるんですね。それは多分、新聞等でいろいろな形の中で出てるかなという感じはしますけども、いろいろ発想っていう部分の中ではいろんな発想あると思うんですよ。で、営農指導っていうのは本当に多岐にわたって広い分野だと思うんですよ。だから今までみんなで考えてこれがダメだよ、全然関係ないようなことから発想を転換していただければ、違う発想で、違うって言葉おかしいんですけども、うちは今までできなかったことができるようになるのかなっていう感じはするんですよね。あと私も営農指導、長くやったんだけど他の産地もいろいろ行ったんですけど、先進地視察とかいろいろ行ったわけですけども、その中で、いいこと悪いこと見たもの、うちの方で真似できることっていうものに関してましては、ただ行ってきました、良かった悪かったっていうのはいずれにしても、それを自分の GA の中で何か取り入れをしてほしいなと。一つでも取り入れていただければ10回行けば10個のことが取り入れられるんです。で2人いれば20個取り入れられる、そういうものをできるだけ、視察研修行ってよそ行っても何行っても一つだけ取ってくろよと、取り入れてくろよという、ような形の中で、現役時代には行った経過もあるんですけども、そういう部分も今の営農指導員の方にもできるだけ、やってほしいなっていう感じがします。続いて川澄さん、いかがでしょうか。はい、そうですね、今広瀬課長とですね、田崎さんの方にその指導関係の内容ありますけどもね、私は以前はね、緑の教なんですけども、私の考えで反発はあったんですけども、まず中山課長の中で何回も言うんですけども、品目がやっぱり野菜関係30ぐらいの種類の品目を作っていたんですよね。でやっぱりその30品目をですね、各地域があるわけなんですけども、一人の担当でできないですよね。でこれをね、なんとかその指導員ができる方法を考えたんですけども、私は最終的に、組合長も最後は
算定してくれたわけなんですけども、1指導員が1品目、例えばネギならネギ、ナスならナス、アスパラならアスパラ、もう1人の職員が1指導員が1品目で、これはですね、例えばネギの担当者がですね、大宮地区、山形地区、大子地区、宮小川ってあるんですけども、まあ、全地区をですね一人で担当するということで、決めました。これもですね、正直言って結果的には良かったかなと考えております。1品目担当すると全地区を見られるね、で他のことはあんまりしなくてもいいということでやりました。でなかなかですね、その担当職員もネギだらネギをね任されてもなかなかやっぱり自信がないようですね。でそのためにはどうしたらいいかと、で第2弾を考えました。で例えば野菜関係なんですけども、まあ、ナスがあるわけなんですけども、ナスの担当者ですね、隣の県の栃木県の浜野町さんの方にお願いして、まあ、1年間お前勉強していこうと、1年間浜野町にさんにお願いして、そこで一から1年間の浜野町さんとの職員と一緒にですね、させて、あるいは例えば多品目の野菜があるんだけども、これは群馬県の金富岡農協さんの方にお願いをして、これも1年間職員を派遣して、でそのような状況、あるいは天北畜産もありますので、畜産の方はやっぱり畜産の研究所の方にこれも1年間職員を担当に全部やってですね、まあ5年をかけてですね、それぞれの担当職員を教育をしながら、あるいは1品目を見ながらですね、そうやった経験があります。結果的にですね、良かったなと考えております。で例えば米の担当も作りました。農家ですね、1円でも高く、まあ、買い取ってもらうと思って、買い取りですね、もみの買い取り、もう田んぼさん行って今の秋の収穫時期に農家の方に行って、この米いくらで買うよということで、で、特にあの大子地区なんかですね、田んぼもその宇田川県米とかいろいろやってますので、なんとかですね、米の方も独自で農協で買い取って、で独自でやろうっていうのが、奥口うまかっぴという米をですね作りました。未だに、販売しておりますので、まあ、そういうその指導の仕方もあるかなと考えておりますので、もし参考になればと考えております。じゃあ最後に内田さん、どうでしょう。はい、やはりやっぱり営農指導の中では、まあ、大山顧問も話されましたけども、まあ、ものづくりであったり、それから人づくりであったり、それから、まあ、食の安全安心というものを考えた、生産から、まあ、流通販売、そういったものを全て網羅したもので、やっぱり営農指導っていう部分が、まあ、作られている部分もあるだろうし、組織というようなものを持たされている方たちもいらっしゃいますし、個人個人に対応接する、そういう人たちもいる。で、この中でちょっと、ここ、まあ、数ヶ月 JO の歩かせていただいて感じたことは、非常にいい素材とか題材とかデータを持ってるんですけども、そのデータを発揮する場がちょっと少ない部分が多いのかなというな。で自分たちも初めて違う組織の中で働かせていただいて、あ、こんな素晴らしい人がいて、こういうデータがあるのに、もうちょっと発信してもいいのかなというような、やっぱり感じがしました。それから、別の組織の会議、研修会等に出させていただいたんですけども、本当に生産者個々熱心に、まあ、聞かれていると、質問も活発にやっぱり行われているという中で、もうちょっとやっぱりそういう場、機会を設けてあげられれば、その系統組織のさらに素晴らしさというのが出てくるのかなと、まあ、思いました。ですから、そのどういった媒体で、
伝えられるのが一番いいのかというのは、おのおのやっぱりみんなで考えていかなくちゃならないかなというふうに思いますし、各 JA にはそういった組織もあったりしますけれども、まあ、その上の組織では、まあ、例えば流通部会というのは全農茨城でもやってるんですが、その地域同じ品目によっての品目部会というのもあるようですし、それがただ単体にレタスだけ、ネギだけ、白菜だけというんではなくて、その品目ごとの垣根を壊して、合同で研修を行ったというような話を聞いてますんで、そういったものがもっともっとできれば、いいなって感じました。まあ、ここ数年はコロナで規制された部分で、ちょっとそういった機会が少なかったようですが、これからどん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 新しいアイデアを出していただいて、もう一度A 試練を核としてですね、その組織作りといいますか、人作りに力を注いでいただきたいなということで感じました。よろしくお願いします。いろんな媒体を使いながら、そうですね、しっかり情報発信、はい、取り組みを進めていければなと思います。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、それでは最後のテーマに移りたいと思います。最後のテーマは、現場で奮闘する県内 JA 営農指導員の方々に期待することということです。まあ、農業の現場で日々頑張っている県内 JA の指導員の方々に対して期待することをエール、メッセージなどがあればぜひお願いしたいと思います。最初にまずは内田さんからお願いいたします。はい、県内 JA の営農指導員、まあ、盟友の方たちはかなり多くいらっしゃるというふうに思います。また OB の方も含めると、まあ、かなりの人数になるのかなというふうに思うんですが、私も営農の現場を離れて十数年離れてたわけなんですけども、こうして、全農茨城にお世話になって、まあ、新たにな気持ちで、営農指導に携われるかなという喜びと、反面ですね、不安もあったわけなんですが、今まで、一緒にやってこられた仲間とかですね、これはまあ同じ JA 館もあるでしょうし、メーカーさんもあるし、よく電話をしてですね、いろんなことを聞き出しています。まあ、今年、まあ、昨年の夏は非常に暑くてですね、ネギにも影響が出たんですが、他の産地はどうだっただろうということで、まあ、千葉あるいは埼玉の産地の方たちもよく話しましたし、それをですね、またフィールドバックして今こういう状態だよというのは伝えたこともありますということで、仲間はたくさんいらっしゃると思いますので、そういった形をどん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 利用していいのかなと、で活躍をしていただきたいというふうに思います。以上です。じゃあ続いて川澄さん、よろしくお願いします。はい、私とね、まあ、県内の農協の、ね、指導員の方に、まあ、これ今後期待することですね。まあ、特に我々緑農協、まあ、日立農協なんですけども、今先ほど言いましたけれども、県と、まあ、市ですね、有機栽培にこれ取り組んでいますので、まあ、これがですね、ますます成功することですね、祈っております。で、特に先ほど言いましたように、私の地域の中でその有機栽培、サポートがやっておりますので、なかなかですね、これもなかなか、若い方はいるんですけれども、その技術的に少しまた、習得されていないのかなと考えております。まあ、私もですね、たまにハウスとこうちょこっと見に行くんですけども、夏場それと冬ですね、本当にもう夏なんか真っ赤に焼けちゃうんですよね。で、冬は寒さで、真っ赤になっちゃうというのは現状なのかな。まあ、そういうところを気をつけながらですね、やってくれればと考えております。それともう一つはですね、我ら中産官庁の中で枝物部会ですね、まあ、今、桃の花ですね、採石出荷が今終わっていると思うんですけれども、まあ、枝物の方もですね、相当もう100何名の方がこう中心でやっています。枝物の関係もですね、今日立の部会関係ですね、まあ、部会としては最高の部会なのかなと考えております。まあ、そういうその前向きにできるような指導体制ができればいいなと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。ありがとうございます。続いて大山さん。はい、一つとしては、自分なりの設定目標というものを作りながら
今後仕事に臨んでほしいなと思います。どうしてもあくまでも上からの計画なりというようなことではなく、自分で目標を作り、自分の目標を、ね、進んでほしいなと思います。もう一つは、まあ、よくスポーツ選手にあるんですけども、まあ、誰がちょっと言ったか忘れましたけども、記録は破られるけど記憶は残ると、記憶に残る営農指導員になってほしいなと思います。あの人、あの時あの人いたなとっていうような形の中の指導員というものを、まあ、今後なってほしいなと思います。ありがとうございます。じゃあ続いて東課長お願いします。はい、私たちがですね携わっているのは食なので、本当に人間が生きていくためにはなくてはならない仕事だと思ってます。ただ日々ね、農作物、畜産物、みんな待ったなしで動いてますので、担当されている皆さんはおそらく休みがない時とかそういった時もあって、非常に辛いのかなと思う時もあるかと思うんですけど、ただ最終的には、まあ、1年なり1年終わってみて、生産者にああお前成長したなって言われて、お前が担当でよかったなって言われ、そういう言葉が私今までこの生活をしていく中で本当に心に残ってるんで、それを勝手にですね営農指導を進めていければなと、進めていっていただければなと思います。以上です。はい、ありがとうございます。じゃあ最後に加崎課長お願いします。はい、私もまだまだ、大先輩に比べると弱敗もので、それほどの営農指導果たして本当にやってきたかなって思うんですけども、ただ農家さんからあいつじゃなって言われるよりも、やっぱりあれじゃなくちゃなって言われるような営農指導員になってほしいなっては思います。やっぱ頼られるっていうのはそれなりに本人にも自信にもなりますし、それなりのまあ気持ちも上がると思いますので、まあ、その気持ちをちょっと忘れないでいただきたいなっていうのと、あともう一点は、やはり広瀬課長言うんじゃないですけど、食を扱ってる職業っていうのが、まあ、JA 農協っていうところは非常に他の職種と違ってないと思うんです。この作ってる中から販売までっていう、で結局食っていうのは人の命なんで、命を扱ってる非常に大切な仕事なんだよっていうプライドを持って、もっと農協職員なんだって胸を張って営農指導をやっていただければなと思います。以上です。はい、ありがとうございました。皆さん本日はお忙しいところをお集まりいただきありがとうございました。ありがとうございました。本日皆様からいただいた貴重なお話は、現場で活躍する営農指導員の方々に、非常に勉強になったかと思います。これにて本日の座談会は終了いたします。皆様ありがとうございました。ありがとうございました。